はい、坂上です坂上塾のある方がこういうふうにおっしゃっていました、ゴミ拾いを毎日やってるんですと、ゴミを拾うたびについてるという言いますと、なぜかというと、その言葉を発することによって自分がつくようになるからなんだと、もう一つは、あなんだこのゴミ汚ねえなって、誰が捨てたんだっていう気持ちが起こってしまうと、でも逆にそれを自分が拾うことによって、街がきれいになるんだという思いを持つことによって、その本人がつくようになる。 そう思うよう思思よにししししてててるんでですととご自分でおっしゃっゃてて僕は素晴らいいなと思いました誰でもゴミを拾うっていうのが大好きだっていう人って人のゴミをですよ <laughs> そういう人って少ないんですけどもやっぱりそれは稲盛さんが言う利他業自分だけよければいいという利己ではなくて世のため人のためという利他業なんですね口で言うのは簡単なんですけどやるのが非常に難しいんですその時に僕は思うのはやっぱりゴミを一つ拾うたったそれだけでもいいじゃないかって 思ってるんですね一つ拾えば一つだけ綺麗になる拾う人は捨てないんです捨てる人は拾わないって本当に僕は名言だと思ってましてうーん,なんだろうな坂上塾にい,るいらっしゃる皆さんは多分こう拾う人であるでしょうしそうあり続けてほしいなあと思ってるんですねそしてそういう人たちが集まるなんか素敵な輪、えー、を広げていたい。 広げていきたいなと強く思うもんですからこの話もお話しさせていただきました今お待ちしこと1分間ですどうぞ